どうも、お疲れ様です。メールの方ありがとうございます。今回はね、あの、プライバシーに配慮しながら、一般公開動画で返信しようかと思いますよ。えっと、いただいたご質問や、あの、ビッグモーターの事件が今ね、えー、テレビとかあ、新聞雑誌にかなり、えー、取り上げられてるみたいですね。まあ、ビッグモーターですとか、あと、札幌のね、例の怖い事件ですね。それから、木原官房副長官の過去のお話ですけども、このあたりで随分、 放送メディアっていうのはね、あの、持ちきりなんじゃないかなと思います。まあ、それに対して、こういった事件っていうのは、まあ、いろんなことをね、ごまかすために、その、情報操作してるんじゃないかなとか、それから取り上げるニュースをダーンと打ち出すことによってね、多くの国民の興味関心を先導して、本当に隠したい事件っていうのは他にあるんじゃないかなとかね、よく言われますけども、まあ、これはね、確かにその通りなんですよ。その通りなんですけども、よく考えてもらいたいのは、私たちはね、自分で今情報を取れる時代なんで、 流れてくる情報を自動的に取ろうと思ったらまさにそういうことになっちゃって先導されてしまうんですよねでも実際ね自分で情報を取ってる人の関心事っていうのは他にあるんですよね例えば中国上海上海の上海駅っていうのがあるんですよまあ言ってみれば新大阪駅とか東京駅みたいなあのすごいでかい規模の駅ですここで何が起きてるかっていうとその駅の負債が年間で3.2兆円もあるんですよね まあ、つまりもののすすごく、ね、赤字の駅になっっちゃってるんですよその結果私の熟成さんも上海駅に行ったらしいんですけども <coughs> あの駅の中にあるね名店街っていって専門店とか飲食店とかあるんですけどもマクドナルドを中心とするチェーン店世界的なチェーン店ですよねそこ,こが、ね、営業を停止してるんですよあまりにも人が来ないからなんで、えー、他の飲食店とかレストランも 軒並み閉店していて稼働率がね、まあ、50%切ってるんですよねだから駅の構内というふうなね人が集まりやすいところでももう店があんまりうまくやっていけなくて閉めちゃってるらしいんですよそういう状態なんでなんとね駅のエアコンが機能してないんですよ切っちゃってるんですよエアコンの電気代が払えなくっていやなこういうことってあんまり知られてないですよねいやでもこれね <laughs> 現地にいる人にとってもむちゃくちゃ大きな事件ですよ、まあ、それこそね あの東京駅のエアコンがもうお金が払えなくって JR がねもうエアコン切りましたとかそれから駅ビルの中の店舗が半分ぐらい撤退しましたみたいな事件なんですよそれよりも規模でかいですからね上海なんてうんだから上海なんて一つの国が入ってるみたいな規模ですからでもこういうことってほとんどの方知らないですよねまあ知ったところでどうってことないと思ってるでしょ でも今ね、中国全体の景気っていうのは、去年から減少傾向に入って、で、人口も少子高齢化ものすごく加速して、で、14億人の人口があるって言ってますけども、そもそも人口に数えられてないような少数民族とかもいてですね、実は14億人程度ではないわけなんですよ。うん、もっともっと人口はいるんですよね。まあ一応、14億人というふうに私たちはね、ざっくり捉えてますけども、その中で、結婚適齢期で、 結婚したいんだけどもできない人の割合って、なんとね、2億4000万人もいるんですよ。で、こういうことも知られてないですよね。まあだからね、大独身時代なんですよ、中国は。で、以前はね、1960年代から始まったのが、えっ、ー、と、一人っ子政策ってものがありましたよね。一人っ子政策のその弊害ってのは、子供が一人しか持てないわけですよ。で、二人以上持つには、いろんなね、罰金を払わないといけないんですよね。 だからお金持ちはお金を罰金を払いながら子供を3人でも4人でも持ってるんですよで。そういったところはね、豊かなまんま過ごしていけるんですけども、なんとか結婚したようなね、一般庶民っていうのは子供は1人までしか持てない。2人以上は罰金がかかるんでってことで、1人を産むのがやっとだったんですよね。まあでも、まあ、出産ってコントロールできない部分があるわけですよ。じゃあ2人目以降どうしたのかっていうと、人口登録をしてないんですよね。で、それが今、40代とか50代になってるわけですよ。つまり、 人口として数えられてない、出生届を出していない、市民としてのパスポートも、それから権限もないような人が、うようよ生きているってことなんですよ。<laughs> まあそういう国が中国であってね、当然ですけども、病院にもかかれないし、学校にも行ったことがないわけですよ。で、就職も難しいんですよ。だから闇の商売とかするようになりますよね。そりゃね、2億4千万人の独身生まれますよ。だって身元が不明な人と、ね、 結婚したがる人っていないですからね。しかも中国の結婚率って、以前10年ぐらい前は9%だったんですけども、今2020年代になってね5%切ってるわけですよ。だから、ね、必ずしも独身が悪いってわけじゃないんですけども、構造的に独身です暮らすしかないような国、それがまあ中国だったりするわけですよね。まあこれあんまりね、詳しく言うとまた YouTube のアカウントが削除されるかもしれないんで、この辺にしときますけども、 まあそういうね、説もあるって時にして,しておきましょうか。うん、いやで、それで中国が不況だと当然ですけども、<coughs> 輸入とかね、輸出が、あ、でも滞ることになってしまいます。まあここでその山本太郎さんのお一つのね、言葉を思い出すんですけども、中国から日本への輸入が、まあ中国から考えると輸出ですよね。1.2兆円止まるとどういうことになるかと。 日本国内の GDP 産業には50兆円の不利益があるそうなんですよ。まあ、それだけで経済止まりますよね。日本終わりですよ。<laughs> だからね、私たちはね、G7 に依存しているようで、実はね、もう依存度ってのは中国が圧倒的にでかいわけなんですよ。うんまあ、極端なこと言うと、経済的にはアメリカとの取引がなくなっても平気だけども、中国との取引がなくなったら終わりなんですよね。 まあけど強い同盟ってうんどうなっちゃうでしょうね <coughs> 十分な日本への輸出をアメリカや G7 ここが担保してくれるようにはとても思えないんですけども、まあ、どのようにお感じでしょうか実はね気にするべきっていうのはそういうことなんですよねあの自分で調べないとわからないことうんそっちの方が実は大事なんだけどもどうしてもね 興味ののの矛先っていうのが多くの方はどうでもいいことになっていいるんでですよ。<laughs> どうでもいいことにね、うん。これではこんな楽してちゃ、やっぱこう、うまいこといかないと思いますね。うん、まあそういうところでね、これからも有益な情報をいろいろと流していこうと思いますんで、ご期待ください。